します。はい。FM ギノワンのラジオを聴きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でござります。夜、お薬を飲んだ日がなかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いているメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ではメンヘラジオ第15回の放送となります。はい、はい、前回お話ししたように、うん、11月20日の収録で2本撮りしております、うんうん。まあ、というのもですね、僕ら毎週火曜日に収録してるんですけれども、はい、次回、次の回かな、うん、まあ、年始の収録の時、FM ギノワンさんがね、うん、1月2日お休みになってまして、うんうん、でちょっとまあ多めに収録しようと、うん、収録をさせていただいておりますよ。はい、で、前回来ていただいてた、るいきくん、はい、るいきくんもね、せっかくゲストが来てくれてるんで、うん、るいきくんの話を深掘りしていこうということで、はい、るいきくんも今日もいますよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしく。今日はね、るいきくんの精神的な、疾患、病気のお話とかちょっと聞いていきたいと思いますので、まあ喋れる範囲でもちろん構いませんので、いろいろお話を聞かせてもらえればなと思っております。うん、どうぞ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、夏実さんとるいきくん、ちなみにどのぐらいお会いして、僕はね、るいきくんと初めて会ったのが、そうね、2年前ぐらいかな、沖大、2年前、いや、ハピアンでもちろん初めて会ってるんだけど、うんうん、よくお話しするようになったのはやっぱあれかな、沖大の講話、うん、講話というか、講話だね、あれはね、ゲストスピーカーとして、ハピワンにいるね、同じメンバーと、うん、利用者のみんなと一緒にね、行った時に、そこにるいきくんもいてね、うん、当時はまだ、コロナがちょうど始まったぐらいの時だ。そうですね、あの時にね、その講話の後にね、居酒屋行ったりしてね、みんなで内地から来てた人とかもいてね、その時になったんですけど、まあるいきくんとも今日はお話していきたいと思いますので、最後までよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、感想メッセージもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では今日はですね、うん、メンヘラ、いつもはメンヘラ2人でお話ししてるんですけども、今日はね、もう一人メンヘラを加えてメンヘラ3人でトークをしていきたいと思います、うん、で、僕はね、ギャンブル依存症、はい、で、夏実さんが乖離性障害、乖離性障害で、ゲストのるいきくんは、どういった病気をお持ちなんでしょうか。なんか診断されてる病名だと PTSD っていうものと、うん、あと発達障害って言われました。はいはいはい、はい、PTSD って何だったっけ、トラウマ、心的外傷後ストレス障害、そんな感じです。まあよく PTSD って言葉だけでは聞くんだけどね、心的、うん、日本語で心的外傷後ストレス障害、うん、
確か2011年の、うん、なんだっけ、地震の後にもなんかそういう PTSD を発症してる人たちがいたり、沖縄だとね、沖縄戦の後はその PTSD になった人が多くいたり、うんうん、そうね、なんか命の危険にさらされたりだとか、うん、そういうので、そういう体験が後々になって、うんうんうん、なんか何かのきっかけでフラッシュバックしちゃったりとか、そういうやつですよね、確か PTSD。あの、じゃあルイキ君もなんかフラッシュバックみたいなとかってあったりするの？ありますね。あ、そうなんだ。うん、でもなんかそこまで、うん、その皆さんがイメージしてる PTSD ほどすごい、うん、なんか重たいものではなくて、うんうんうん、なんて言えばいいですか、そのいろいろいっぱいいっぱいになってくると、うん、なんか苦しくなっちゃって辛かった出来事がこう連鎖的にババババババって出てきて、わーってパンクしちゃうみたいな、うん、そういう感じです。お元に出る出方としてはどういう出方をするの？なんか暴れたりとか、それとも単純に落ち込んでいくのか。あー、なんか過呼吸になっちゃって涙が止まらないです、ね、うん、感情がちょっとぐちゃぐちゃになるって感じ。あ、そんな感じです。あ、そっか。で、発達障害っていうことでもあるみたいなんだけど、発達障害ってまあるいきくんの場合はどういう風なところで、なんていうのかな、自分が普段暮らしてて生活しててなんか不便を感じるところだとか、なんか自分ちょっとここが言ったら一般の人と比べて劣ってるなみたいなのとか実感したりする部分とかあるの？わー、なんか結構その興味のあるものとか出てくると周りが見えなくなったりとか、あとはそうですね、あの聞き間違いがすごい多くて、うんうんうん、なんか耳には異常ないんですけど、うん、なんか聞き取る時とか別の言葉に聞こえたりとかして、はい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 、そういう話してる時のこの文章っていうんですか、うん、だからこういう言葉だからこうなってこういう風な感じってこう決まってるじゃないですか、うんうんうん、そういう感じのなんだろうな、なんか例えばなんか私は雲を食べたって言うと、うん、その英語で言うクラウドの雲だとおかしいじゃないですか、うんうんうん、でスパイダーも十分食うのもおかしいんですけど、うんうんうん、でもどっちか同じ言葉が聞こえてきたとしたら、うん、そういうスパイダーのこの、ね、虫の方の雲食べたんだな、はいはいはい、まだ可能性がある方を、そんな感じで、それにちょっと拍車がかかってこの言葉の母音があるじゃないですか、うんうんうん、その雲だったらうおっていう、うんうんうん、なんかちょっといいグッ、なんだろうな、例えが出ないんですけど、ないよ、うん、なんか裾とか聞こえたりして、クモじゃなくて、はいはいはい、あの裾食ったんだよねって言われて、うん、裾って洋服のみたいな、うん、こういうこととか、はい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 、あとはその一回こう会話してもらっても、うん、なかなか理解ができないというか、うん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 、その一回の説明で理解するのってその皆さんいろんな人に聞いたら、いやそりゃ無理だよっていう人もいるんですけど、うん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 、僕なんかそういう感じじゃなくて、うん、なんか別の言葉聞いてるみたいになる時とかもあったりして、それコミュニケーションの面ですごい発達障害っていうものなのかなっていうのを感じました。あ、なるほどなるほど。と要は言ったらあれかな、診断を受けた時に不便を感じて生きてはいたけど、別にまあ生まれた時からそれだから不便というよりかはなんか自分よく聞き間違いするなみたいな感じで、なんか診察に行ったきっかけみたいなとこあるの？なんかそこがすごい全然なんかあれなんですけど、うん、うちのお母さんがまずちょっと精神病を患っていて、でそれでちょっとお医者さんのお世話になる出来事とかいろいろありまして、はいはいはい、でその時に僕まだ2歳か3歳だったんですけど、うんうん、その時にお医者さんのとこなんか行くようになって、うん、なんかもう本当に 2,3 歳ぐらいで発達障害とか言われちゃって、あ、なんかお母さんのついでに見てもらったような感じなんだ、ね、自分で行ったもしくは母が連れて行ったとかそういうわけではなくて、お母さんについて行ってた、そこの病院で行った感じ。そうです、そうです。あ、そうなんだね。なんかまた不思議ななんか診察のされ方というか、 2,3 歳か。なのでなんだろう、僕の状況って多分他の人の状況と比べてちょっと
なんだろう、違うものなので、うんうん、他の人とかとそういう何かすごいなんか苦しいとか辛いとかって初めて、うん、あのお医者さんの元に訪れて、うん、あなたこういう症状が出てるので、うん、こういう病名がつきますよって、はい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 、そういう風に診断が下されるじゃないですか、うん、僕の場合ほとんどこうなんだろう分別つく前からそういう自分っていうなんかこうなんだろう自分っていう感覚ができる前から、うん、お医者さんにずっと言われて育ってきたので、はい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 、その発達障害っていうこと自体が自分の中にアイデンティティみたいになってて、うんうんうん、でやっぱりそのすいませんなんかそう他の人と自分とかちょっと分けてるんですけど説明しやすいようにちょっとお話しさせてもらうんですけど、うん、そう他の方ってのはそういうまず自分っていうベースがあって、うん、その上にそういうじゃあ今こういう障害があって苦しいんだっていう認識なんですけど、うん、僕の場合って生まれたほとんど分別つく前から診断されてるんで、うん、僕自身が発達障害っていう風になっていて、うん、だから最近ですねちょっとやっとなんか自分って何なんだろうっていうのを今模索し始める時期になってて、うん、ちょっとすいません話がだいぶ脱線しちゃったんですけど、いいんだよ、うん、結構そんな感じで今なんだろう普通の人と逆転してる状況が起きてて、うん、だからその自我がよく分かってないってな感じですね、うん、今からなんだじゃん。そうです。そうです。あ、だからやっぱり勉強したいとかいろいろ吸収したいっていう時期なんだね。そうそうです、そうです。前回言ってたね、うんうんうん、2023年の野望として、うん、ユーモアを得るために、うん、知識を増やして、増やして。それもなんかちょっと理由があって。うん、やっぱなんか僕すごい楽しいなと思う瞬間って、うん、やっぱなんか一人で何かしてる時じゃないんですよね。はいはいはい、その誰かと一緒にいて、うん、誰かが笑ってくれたり楽しんでるっていうのを見るとすごいなんか嬉しくなっちゃうんですよ、うん、でそのためなんだろうその瞬間っていうのがなんか自分の中で一番生きてるし心地いいなって感じることがあったので、うん、それでまずなんかそういうやっぱ心から感じてることなんで、うん、それでユーモアを持っていろんな人と付き合っていけばいくほど、うん、なんか自分の中に自分っていうものが少しずつできていくのかなって感じで、そういう理由でちょっとユーモアをつけていきたいなって思いました。つけていきたい、うん、そうね、意外と一人でいて自我って形成されにくいのかなって思うから、多分ねいろんな人の刺激とか、うんうん、友達でもそうだし仕事だったりね、ああいうところで得た経験から自我が作られていってできるものだと思うから、それはすごく周りのね環境で刺激をもらうっていうのはいいね、すごくいいことだ。そうですね、うんうんうん、そうかそうかそうか、なるほど。今も一応病院には通院は続けてる感じ。そんな感じです。あ、ちなみに月どのぐらい？一応なんかうちの病院のスタイルが特別でして、はい、基本患者さんの意向に寄り添うって形で。え、どういうこと？だからもう定期的に行く人もいれば、うん、その自己申告で行くっていうことも選べるんですよ。あ、例えば今日というか最近調子悪いので病院に行きたいんですけどみたいな感じで。そうですね、じゃあ何日に来てくださいみたいな感じで。そうそう、あ、そうなんだ。俺たちとやっぱ違うね、病院にやっぱ寄るんだろうね。俺たち同じ病院に通ってるんだけど、まあ、お薬の件もあるしね。あ、そうそう、お薬は一応飲んではいる。一応頓服でどっちかっていうとそういうカウンセリング、うん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 、お医者さんからカウンセリングを受けて、そういうなんか自分がどう感じてるとか、うん、どうしていきたいかなっていうのを整理するっていう形で僕はそちらの病院の方を利用させてもらっていて、うんうんうん、なのでそうです、あんまりお薬は本当にそんなに飲まないです。あ、処方されてるお薬はにはあんまり頼ってない感じ。それともそうですね、たく量的にはどうなの？たくさんもらってる感じなの？量はあまり少なくて、うん、というのもちょっと体質的にお薬が効きやすいので、うん、ああそうなんだ。結構少ない量とかで、うん、こうフラフラとかしたりするので、はい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 。でとりあえずいろいろ自分の中で模索していて、うんうんうん、ちょっとお酒とかも飲むんですけど、うんうん、これもなんだろう、お酒飲んだらどうなるかなみたいな。はい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 、はい、でやっぱそのすごい失礼な言い方だったら申し訳ないですけど、うん、お薬もお酒も僕同じものだって捉えていて、うんうんうん、どちらも副作用があるし、うん、適量を飲めば、うん、まあ、体には多少は毒ですけど、うん、そういうその時の苦しい気持ちだとか痛いもの、うん、っていうものを一回外した上で、うん、自分のことを見つめ直せるっていう意味で一緒だなって感じて、うんうん、
なのでそうですね、 お医者さんとかにも相談して、うん、でその薬めちゃくちゃ飲んでみたりとか、うん、お酒めっちゃ飲んでみたりとかして、うん、でどういう変化が起きるかなとか、うん、自分にとっての適量どうかなっていう感じで、うん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 、そういう普通の病院とか自分以外の病院とまた違ったちょっと自由にさせてくれるところなので、うん、ああそうなんだ、なんか自分で人体実験みたいなことをしてる話なんだすごいねそれは。あでもね、自分の体だからね、そのまあ一番わかるのは自分だしさ。そうね、でよくね お医者さんにどんな、なんかお腹が痛いですってお医者さんに言ってからさ、どんな痛みですか、うん、キリキリ痛むとかさ、なんかいろいろ表現方法はあるけどさ、うん、絶対に伝わらないじゃんね、そうですね、それよりはなんか自分でね、自分の体の反応を、うん、それとお酒飲んだり薬をどれだけ飲んだら自分はどうなるのかって、でそこでまあなんていうのかな、自分のなんていうの、上限じゃないけど、お薬飲む、これまでは飲んだら、これ以上飲んだら危ないなっていう、うん、なんていうのかな、危険な水域を知るためにやってるんであればいいんだけど、うん、闇雲に飲むとかそういうのじゃなくてね、一応そこもお医者さんと相談させてもらってて、うん、一応まだなんだろう、そういうメンタル的にもちょっとできるのでっていう感じの前提でお話しして、うん、お医者さんも基本なんだろう、止めたりとかはしないので、うんうんうん、どっちかというとやっぱりその止めたりするとそこになんだろうな、上と下っていう主従関係ってよく言うじゃないですか、飼い主と飼い犬とか、ああいう上下関係ができちゃうので、そうしてしまうと最終的な目標っていうのは病気が治るというよりは自分のことを自分で理解して、で自分がどう生きたい、何したいっていうのをしっかりして自分で生きていくってことがそのお医者さんにとってのゴールらしいので、それをなんだろう、模索するために練習するっていう形で病院をやってるってお話をお聞きしました。そういうスタイルなので多分他のお医者様からとか、うん、多分聞いてる方からしたら非常識なと思われるかもしれないんですけど、うん、そこはどこの病院だっつってなっちゃうんですけど、一応なんだろう、お医者さんとも信頼関係がある中でそういう治療の一環としてやっていて、うんうん、あじゃあいい関係はそこで、そうです、お医者さんいいところに通えてて、ああじゃあまあよかった ね、いいところに出会えたね。他のお医者さんのとこにかかっちゃうとどうしてもやっぱ怒鳴られたりとかめちゃくちゃあったので、うん、あそうなんだ、なんかもう正直にこう思うとか話したらめっちゃお医者さんに怒られたりして、もっと苦しくなる、で薬の量が増える、でもっと苦しくなるっていう連鎖があって、悪循環みたいな、悪循環、やっぱその病院の合う合わないってすごいあると思う、あるあるある、僕にとってのベストな病院がそこだった、あじゃあいいところが、そうですね、こうやって今行けててよかったね、はい、感謝してます本当に、まあ、病院もねいろいろいいところ悪いところ本当にあるからね、合う合わない、ね、お医者さんとの信頼関係とかね、うん、まあ、こうやって今日はるいくんの話聞いてきたわけですけれども、そんなるいくんがちょっとおすすめする曲をちょっとかけてみようかなと思ってますんで、はい、ぜひお願いしたいと思います。あこれあれだ、あーるいくんかけられない、るいくんはい、アイコンだからできない、待って待っておけ、じゃあ今日はもう俺が用意してるのをおかげで、よろしくお願いします。ごめんね、忘れてました。いや残念。まあまた今度ね、また今度、また今度、なんかリクエストがあれば僕の方でなんかダウンロードしておきますんで。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日の、はい、楽曲紹介ですか。楽曲紹介のコーナーということで。楽曲紹介のコーナーということで、はい、ちょっとちょろっとかけさせていただきます。はい、紹介するのは、山で麻痺です。皆さんお聞きください。はい、どうぞ喋っていいよ。あそっか、iPhone そうだよな。そうだね、イヤホンジャックないよな。そうだ、忘れてました。あいや今度の何かの。それの曲さ、じゃあさ、あの、LINE でなんかタイトルとさ、アーティスト名、もしあれだったら。YouTube でも大丈夫ですか？あ、全然 YouTube の映像でもいい。ちょっとなんかコピペしないと、中国語なんで、うん。うんうん、いいよいいよ。送ってくれれば、ちょっとこっちで集めてみますんで。し始めても、歌っちゃダメか。いいよ、別に今マイクオフだから。山いいなこれもかっこいいよ、山めっちゃ好きで、あ、マジで、もう有名なやつあるじゃないですか、うん、深夜と、はい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 、はい、あれ名前何だったっけ、春を告げるか、春、あ、そう、それです。こマヒーって曲もいいですね、マヒーいい、かっこいいよね、かっこいい、いや、こういう曲作れるようになりてぇなだけむしてたパラパタパッパッパン、しびれちゃうくらいに
なんでマイク持ってんだって誰も突っ込まない。ソフトクリームじゃないのこれ。ソフトクリームじゃない。アイスクリームじゃない。ソフトクリームじゃないよ、夏美のマイクだよ。これね、100均のね、エコーマイクなんだけど。ああ、いつも持ち歩いてんのよ。38歳ですよ。少年齢はタイムですね。いいじゃん。体年齢なんだよ、それは。ああ、心年齢は38。一緒一緒。あ、でも、あ、すいません、LINE 送っちゃった。あ、いやいやいや、全然全然、大丈夫大丈夫。でもなんか、あれっす、なんか心若いと年取っても若いらしいっすよね。あ、そうそう、いいよね。心若い、若いはずだってか、なんかちょっと、あんまり大人になってるかな。あ、でもなんか20代とかそこら辺の雰囲気ありますよ。20代そこら辺の雰囲気あるって。あ、そうそう、マジで。あー、嬉しい。いいやつだな。ベックンいいやつだと思ってたけど、やっぱいいやつだわよ。なんかなんか健太さんの場合は、うん、あ、大丈夫ですか、時間。大丈夫大丈夫。健太さんの場合なんかその外と内をちゃんと分けてるんで、うんうん、外に出るときやっぱ緊張するっていうのもするする、いつものモードじゃないから。あ、そうそう、ね、そのお話したりとか、そう、ね、うん、そういう意味でやっぱ中はまだそういう20代とか若い感じがすごい伝わってくるんですよ。あ、本当。まあ気持ちはもういつまでも18、永遠の18ぐらいだけど。15歳ぐらいじゃない。すっごい、もっと若くなってる。15歳ぐらいじゃない。そこまで幼い。俺違う、5歳ぐらい。ああ、そう。じゃあそろそろ、あ、はい、マイクに行きますんで静かにしていただければ。はい、では、山でマヒ聞いていただきました。はい、エイディグリ入ります。チュ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 ン。はい、メンヘラジオエンディングです。はい、はい、先ほど、聞いていただいた楽曲のちょっと紹介だけ、うん、山の麻痺。はい、こちら2021年2月に発売された山のファースト CD シングルの兄弟曲、うんうん、山はね、なんか春を告げるっていう曲でね、うん、多分こちらが配信とか YouTube とかでやってたのかな、うん、なんだけど、これはもう発売された CD シングルね、うん、最初の、うん、でこれがね、麻痺っていう曲がテレビアニメ 2.43 聖隠高校男子バレー部のオープニング主題歌で、うんうん、なんか自分の弱さと戦いながらも懸命に困難に立ち向かう歌詞になってて、うん、山さんが言うには曲を聴いて不屈の闘志で、うん、なんていうのかな、モテるような曲になってるということなんで、うん、これを聞いてね、ちょっと2023年どんなことがあっても生き抜こうっていう気持ちになっていただければと思ってこの曲を選びました。はい、はい、で山さんね、年齢、出身地、素顔などは非公開、うん、素性を明かさない理由について、自分に自信がない、自分自身の素性で作品の邪魔をしたくないからだと語っていて、うん、メディア、ライブ出演の際には目元を覆う仮面をつけた姿で活動する、うんうん、そうだね、うん、してるね、うん、ルイキ君もなんか山さんいいねってさっき、そうですね、聞いたけど、なんかあのファーストテイクっていう、あ、一発撮りの YouTube チャンネルがあるんですけど、うん、そこで山さん その春を告げるっていう曲知って、うん、めちゃくちゃ引き込まれちゃって、めっちゃいいアーティストだなって感じましたね、うんうん、かっこいいよね、あのマスクもね、ほんとかっこいいですね、うん、今言ったそのファーストテイク、うん、俺もそれチャンネル登録して見てたりするんだけど、うん、それがきっかけらしいよ、あの仮面のつけた、そうそうそう、あれをきっかけに仮面をつけ始めて、あ、これならじゃあこのままライブをしたり、うん、メディアに出てもいいなっていうことで、それからもうあの仮面が定着したっていう話だそうですよ、うん、へえ、うん、そうなんだ。はい、麻痺は聞いてみていかがでしたか。もうなんかひしひしとこのその曲の雰囲気というか、ああ、歌詞あんまり聞き取れなかったんですけど、なんかその押し寄せてくる感情みたいなのが伝わってきて、ね、メロディーがいいよね、声もいいしね、ありがとう、いやいや、で、まあ改めてですけれども、今日と夏美の野望、あ、夏美の野望も聞いとく。じゃあ夏美の前回のね、はい、じゃあ2023年の野望、夏美のも聞いておきましょう。はい、お願いします。 A と B どっちがいい。 B にしましょうかね。 B? 、はい、B は、夏美の野望は、うん、走らない、うん、山に登らない、うん、海に入らない。
それはなんか野望とまた違う気がするんだけどね。違う、うん、じゃあちなみに A も聞いておこうか。 A は漫画を出す、はい、ああ今頑張ってますからね、漫画を書いて、漫画を書いてそれを出したい、書籍化したい、うんうん、2023年、うん、中に、うん、書籍化、うん、うん、まあ実際ちょっといい感じで進んではいるからね、うん、あの本が出るかもしれないんで、エル君もその時はまたその時に2冊と言わず3冊ぐらい買ってもらう。ちょっと友達とかに配ってます。あ、そうそうそう、配ります、配ります、なんか拡散していただいて、うん、はい、でね、言うの忘れてたんだけど、ね、多分これ放送日がね、まあ1月の9日ぐらいなんだよ、うん、前日に多分夏美さんの、あ違うな、その前の週かな、うんうん、金曜日も出てると思うんで、あ、メンヘラ嬢この辺でお開きということで、はい。ではお薬飲んで寝ろ、はい、終了終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。